これピラミッドって回転させ、はい、あえてこれ回転することでエネルギーが上がるみたいな装置なんですか？これ太陽電池で本来はよくディスプレイのための装置なんですけど、そこにピラミッドの、その純粋な天然水晶のカットしたピラミッドを置いてやってると結構楽だなっていうのが分かって。楽ってどういうことですか？楽だと言うしかないですけど、空間が軽い、あ、そうなんだ、サラサラするとかね、ピラミッドを回転させる。そう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 。そうねえ。すみません。このお守りも結構大きいですよね。そうですね。これは熊野本宮のお守りで2種類ぐらいだったから、この大きさのやつを出していて、このセンスが好きでね。確かに珍しいですよね。やっぱりお守りこれぐらいでかくでかい方がいいんじゃないかみたいなね。であれですよね。上が前もお伺いしたんですけど、はい、これは某某言っちゃダメですよ、ね、某っていうか、まあまあ某、まあ、天下弁財天、天下弁財天系のものでございます、はい、神川春樹さんから。もうこちらがご神体なんですか、もともとの、うん、だからすごく古い当時あったものだという話を聞きました、春樹さんからは。文殊菩薩、うん、だけどね、いろいろ調べていくと弁財天というよりは文殊菩薩寄りなんだけど、分かんないですね。まあ、例えば この絵なんかは、これはもう明らかに地蔵菩薩なんですよね。あ、はい、剣とを、まあ、持って玉を持つとか、こういう黒い馬に乗るとか、これ狐の場合もあるんですけれど、はい、こういうアーキタイプっていうかな、原型がやっぱりある。でそれがやっぱりこう天地を司るものとして、あとは水を司るものとして象徴される。まあ、確かに太陽と月に書かれてるんで、もうそうなると地球の象徴でなりますよね、だと思いますね。うん、まあ、昔の神様像って本当に面白くて、まあね、これなんか竜神に乗るスサノオさんですからね。これ どなたが書いたものなんですか？ね、これね、一応加納常信名にはなってるけど、多分常信じゃなくて誰か加納派の写本写しだと思いますね。あ、そう。しかし、まあ、こんな構図なかなか見たことないですよ。イケイケですよね。イケイケですね。こちらは何なんですか？これね、実はですね、はい、春陽春の日のぬくもり、しぐれの潤いって書いてあるんですけど、はいはいはい、これ石田和貝という方で、石田和貝さん、はい、石田和貝さんっていうのは、はい、最高裁長官だった方の直筆なんですが、はい、この人が実はですね、まあまあいろんなルーツ説はあるんですけど、この人が例の日本会議を、あ、そうなんですか、作った。最初の日本会議ってのは、要するにその法律をどうするかって、憲法問題も含めてね、うん、法律どうするかっていう論議のところから始まるんですけど、まあ、この人が日本会議を実質作ったと言われて、はい、石田和貝、石田和貝さんですね、書という書ですね、意外とこうそういうハードなところにこう挑んだ方にしては字が柔らかいっていうんで僕は好き。これ書って秋山先生自身のコレクションとしてなんか買ったりとかもらったりとかいろいろあるんですか、これは。まあそれもありますね。僕個人でも昔田中角栄さんから書をもらったりとかも。あ、田中角栄さんの書もあるんですか、うん、へえ。やっぱり書って意外とね、こうその人嘘つけない。あそこにうなぎが書いてありますでしょ。はい、あのうなぎ、あれ森重久弥さん。あ、森重久弥さんなんですか。だけど森重さんらしい、意外とうなぎの線って書けないんですよ。ああいうふうにシュッとためらいなく。そうなんですか。のびのびしたね、人なんだと思うんですね。へえ、うん、すみません、あそこに三峰さん大権現ってありますけども、あれももともとあれ三峰さんのやつなんですか、はい、のようですね。まあ大権現と書いてあるから。